続いてラジオネームトゥーパンプスさんからです。パンプスさん、アーサンジーさん、おはからです。おはからツースト。ザスパ群馬の新しいマスコットザスパンダちゃんのダンスができました。昨日のホーム戦で初披露。いつもは先輩のゆうとくんの横にいるだけのおとなしいザスパンダちゃんがキレッキレのダンスを披露したんです。これからいろんなイベントでザスパンダダンスが披露されると思います。簡単な振り付けなので YouTube を見て覚えてくださいねと。ほんとだー。ね、ゆうとくんはいたけど、うん、ザスパンダっていう新しいマスコットができたんですよ。パンダの？そう、ザスパでね、うん、で、ホーム戦だったから昨日、うん、お披露目があったんですね、うん、キレッキレのダンス。キツネダンスが流行ったじゃないですか。キツネダンスってどういうんだっけ。プロ野球のあのコンコンダンスみたいなやつ。コンコン、そう、テン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 のやつ。そう、そんな形でね、こうお姉さんとかもいて、昨日君が通った時になんか踊ってるのをちょっとチラリ、はい、見ました。チラ見したな。あ、そうなんですか、うん、いたかもしれません。踊ってる踊ってる。じゃあ初披露だったということで、おめでとうございます。じゃあ簡単な振り付けがあるから、うん、みんなで踊れるんだね。うわ、そういうのがあるから行きたくなるし楽しいもんね。うん、そうだね。ねえ、賑やかだった、うん。うん、そういうのもあるとね、より楽しめますね、はい、ありがとうございます。